どうも皆さん、お久しぶりのデビルメイクライ5のお時間です。プライベートでやってたとはいえ、まるまる1年は放置してたけどな。もうそれシリーズとしてどうなの？心配ありませんお嬢様、時すでに遅しです。そしてお前らはさも当然のように居座って言いたい放題してくれてんな。このチャンネルの需要と供給って知ってる？とまあプレステ4でもバージルモードが DLC として出るそうなのでまたちょいちょいやっていきます。戦闘以外のいらない部分はバリバリ切っていくのでそこはご理解お願いします。プレイヤーは私がやらせてもらうわ。にしてもやっぱロード超えな。次世代機は数秒くらいで終わってるのがもう確認されてるからね。まあ動画じゃ事実上関係ないけども。じゃあ今回は何で残したの？この時間をあえて残しておこうと思って。絶対いらないでしょ。もうここはすでに実況済みと聞いてるから飛ばすわ。あんまり V ちゃん使わないけど、まあどうにかなるでしょ。DJ ゲージの切れ目が命の切れ目ということはお忘れなく。面倒なやつが出てきた時は使ってもいいけど参考2万は NG だぜ。オプト呼んでる場合じゃねえとどめ刺さなきゃ。作戦承知のすけ、というわけで死んでちょうだい。今はのんびりできるけど後半になるほど余裕がなくなってくるのよね。これで第1波終わり。ここから第2波、序盤と敗因弾な起用。レジェンダリーダークナイトは序盤から地獄だからな。主に物量的な意味で。いやーミッション6は難関でしたね。前作はそれ以前の難しさだっただろ。いい加減にしろ。地獄の先駆けが気になる人はデビルメイクライオンの実況をどうぞ。全然オッス。でも実際 V ちゃんでもレジェンダリーダークナイトは楽じゃない？ほとんど後半に攻撃多いからね。ナイトメアもたまりやすい分バンバン呼べそうだしな。デビルトリガーのない前作序盤のネロは苦労したわ。でもそれプレステ5しかないんでしょ。言わないで。あ、これ切られる。危なかった。というわけでナイトメア召喚、痛い。発動中の防御補正あってよかったな。こういう混戦で使えるロイヤルフォーク。お、ミッション3をリアルタイムでやってる人がいるぞ。珍しいわね。触発されてやりたくなったのかしら。ネロならまだ珍しくないんじゃない？まあ、どちらかといえば今やってるミッションの方が少ないけどな。そしてやっぱり引かれるわよね、デビルトリガー。しかもこれ V が大量に難しい理由って回復手段が運頼りなことなんだよな。徹底すれば難しくもなんともないかもしれないけど、大体長引くのが大前提っていうのがね。こういう雑魚が最後ならまだマシだけどね。体力もトリガーゲージも満タン。次も大丈夫そうね。意識しないと逆に困るしね。やっぱ無駄に硬くなるな。難易度補正でよダメージ 50% 減から、さらに 25% 加わるせいでよダメ 25% とかいう数値になってるからね。数値にしてみると意味わからんな。前作は逆に発動が遅すぎるせいで特に感じなかったしね。前作は一部の基礎的のミッションの難易度が異常だったけどな。キメラとかいうストレスの塊の話は NG。そろそろ死なないかな、こいつ。リザイン状態になりましたよ。ちょっと待ってどこ飛んでるの。あさっての方向にワープしてたわね。これでここは全滅ね。やっぱカメラ演出のおかげでかっこよく見えるな。4654、思ったより上がってないわね。SSS になる前に被弾したのが痛手でしたね。うん、ここからじゃ向こうのネロが見えないわね。もう行ったのかしら。はい、じゃカット入ります。ここはピロバット軍団ね。と、思うじゃん。他に何かいたっけ？というわけで真ん中にご注目。そういえばここからもう出てくるんだっけ。本来こいつはミッション8から出るはずなんだけどな。ピロバットは大して障害にならないからさっさとナイトメアも呼んで処理するわ。自分で技選びたいしナイトメア乗っちゃいますか。ついでに落ちたやつに死体蹴りもやってしまいましょう。違う違う、ビーム出して、ビーム。強いけど動きは遅いな。 AI 操作で勝手に暴れてくれるだけでもいいけどね。でもこうでもしないとあんまり出してくれないのよね。というわけでよろしく。ステンバイステンバイ。ファイヤー。高速部ついてて暴れなかったからしっかり当たってくれたな。というわけで一旦帰っていいわよ、お疲れ。まだトリガーも引いてないから削っておきたいな。発動したけど、集中砲火で殴ってたからそこまでないわね。この少なさならまだ早めに片付きそうね。ちょっと暴れそうだからロイヤルフォークでそこのとどめ刺しつつ足止めをば。オッケー、これで完璧な采配ね。被弾もなくスムーズに片付きましたね。ゲージも余裕があるし完璧だな。なくても次のとこは強制的に使わされるけどね。犠牲になるやつは固定だからすぐ解けばいい回収源になるから気にはならんよな。向こうの血だまりはスルーで。もうこの難易度までにさすがに中のゴールドオーブは回収しただろうしね。初手ナイトメアメテオからのスタート。ここは特に言うこともないわね。大して苦労するなんて気も湧かないしね。ミニチュアナイトメア。いいコンボのぐるぐるアタックしてるわね。ちなみにこれにもきちんと攻撃判定があるらしいですよ。へえ、でも小さいから当てんのむずそうだな。DMD でやりすぎるとすぐ敵がトリガー引くからあんまりやらないことをおすすめ
にするわ。敵が少ない時はゲージ上昇の促進剤になるから完全にダメとは言えないけどね。今の避けなくてよかったわ。不動ならもっとかっこよかったのに。うん、タッチ&ムーブがうまくいかない。あ、これはカモン。タイミングのいい出勤ね。あ、今ネロがこっちに飛んできた。私らがここで戦闘中で最初の戦闘してたのかな。悪いわね、こっちは今片付いちゃったわ。でもここで巡り合えたのも何かの縁。ちょっと検索しましょうか。最初の平均が低いせいで上がりが悪いわね。Come on. もう終わったみたいですよ。Who's ready to die first? あ、こっちに気づいた。目もくれず向こう行っちゃったわね。うん、残念。さっさと彼のためにも橋を壊しますか。と言ってもこれやる意味ないけどね。消えた。ストーリーとしてもここからは別々のルートですからね。 V ちゃんはこの先のクリフォトの根を切りに行って、ネロは左側の下水道を通って向こうの方を切りに行くからな。これ一応回収しとこ。ここで湧いてくるやつはもうスルーさせてもらうわね。最悪スタポ平均下がっちゃうしね。はい、そんなわけで3戦目と、その前に初見プレイでそこの2人が知る余地もなかったルートを作りましょう。ここ後半になるまでわからなかったんだよな。ロード画面もチップスも見てようやく気づいたっていうね。これほぼ見ない人からしたらノーヒントだよな。ちなみにご存知の人が大半でしょうけど、ブルーオーブのかけらもこの中にあります。ゲージも敵も余裕があるし、このまま戦ってもらうわ。おお、上がる上がる。スーパーキャラクターだと3ヒットも無敵のヌルゲート貸すからやろうか悩んでるのよね。ナイトメアも乗り放題だからね。というわけでコメントでそこら辺書いてくれると助かります。もうこの話だけであと2匹だけになっちゃった。なんならたまり直しちゃうてるし。デザインだけどあれ時間ない人多いから後でいいや。おい、グリフォン突死したぞ。復活させるから猫ちゃん頑張って。これで終わり。I envy your optimism. で、まあこれで終わりなわけがないわよね。ノーバディ先輩チェスチェス。正直こいつは大して強くない気がするわ。無印は冗談抜きで強かった記憶があるわ。変な金切り声出しながら数体で本気に殺しにかかってくる強敵だったな。さすがに硬いわね。ナイトメアは呼ばないのか。なんかこのまま倒せそうだし、呼ばずにそのままやっちゃうわ。お、乗れた乗れた。ランクゲージが微妙に上がりましたね。まあ言ってしまえばこれだけなんだけどね。知ってる人はニヤリとできるけどね。私らの時は見ることもなくゴリ押しでやったがな。ちょっと時間かかっちゃったけど倒せたわ。だいぶポイントも盛り返せましたね。これならなんとか S ランクにこぎつけられそうね。ここは動画で見せるのは初めてね。余ってるし読んでちゃっちゃっと突破するわ。再び壁を壊して再登場ナイトメア。狭いし大振りの攻撃も当てやすいから楽ね。でもエフェクトが凄まじいせいで何が起きてるのかわからなくなる時があるのよね。この勢いだと動画が久しぶりの10分超えそうだな。初見よりは早く済んでるのかしらね。どうでしょうね。ここの鬼門はこの次と最後なんだから。あれ、刺さんないんだけど。
いつの間にかセルバットまでいるな。でもこいつら全員カリマリが弱点のおかげでグリフォンの攻撃が刺さりまくりね。あ、スキュアが入力されちゃった。全員焼肉にされた。仕方ない、ここであんまり使いたくなかったのに。さすがに2ヒットもでは致し方ありません。むしろこのためにナイトメアはあるし、正しいっちゃ正しいわよ。これでここもおしまい。それじゃこのミッションの関門だな。正直今までは前座って言って勝ったくらいだからね。このミッション最後の強制戦闘、そして V で処理が面倒くさい悪魔筆頭がここで出てくるっていうね。硬い、痛い、古速の三拍子が揃ったなんてヘルジュデッカ。あー、ダウンさせるタイミング悪くて踏みつけられなかった。よしよし、いい感じに壁際に追い詰めて殴れてるわね。ここは取り巻きのアンテノラも鬱陶しいから、倒そうと思うとあいつが野放しになるからね。でも放置すると体力が多い状態でトリガー引いて不毛な戦いが続くことになるしね。短期決戦がしたってもワープで逃げられて仕切り直されるから、ナイトメアとも相性がよろしくねえんだよな。さすがに使いすぎたわね。この後はボスも控えてるからないと地獄見るわ。でもあと少しですよ。削り切れた。これであとは周りの雑魚だけね。ここなんてワークするのよこいつ。ヘルジュデッカ迫真の悪あがき。これで一番の障害が片付いたわね。でもこいつらもこいつらでうざいから嫌いだわ。シャドウを復活させたいけど、ゲージが足りないからちょっとチャージしないと。痛い。ちょっとしつこくブンブン振り回さないでよ。一振りだけで半分以上持ってかれたな。回復手段がない V でこれは痛手ですね。システム的に回復がない点でも難易度が上がっちゃってるの、どうにかならなかったのかしら。だがこれでここも終わりだな。まあ6本もあれば時間的には十分だし、いいか。あとはどうにか被弾を抑えながら戦わないとね。次はいよいよボスだな。正直縛りありのボスラッシュよりも手強いの意味がわかんないと思うの。覚えてしまえば割とあっさりクリアできますからね。前半地味な点に目をつむればですが。というわけで頭の悪い一斉中ことニーズヘッズ戦やっていきましょう。とりあえず最初は遠慮なくゲージ使ってナイトメア召喚。最初はいつも通り触手を潰すのが先決ですからね。触手3体いる時が一番被弾しやすいポイントだからね。ヘル&ヘルの解説してくれって一件あったけど、正直当たらないことだけを意識してれば V はさほど苦労はないと思うぜ。もう一つは DMD でも同じことだけど、ナイトメアの出しどころをしっかり見極めることね。別にノーダメージ目的じゃないからいいけど、この3に当たった時点で死んでるからね。これが気づいにくいからな。案の定攻略してた時もあれに当たってノーダメ止められたし、ここは幸いボーナスなしでボーダー超えれるおかげで2回死んでも S ランクいけるけどね。3回使ったらペナルティがかかるから正直罪だと考えた方がいいわね。ここで触手弦破壊。ナイトメアは呼ばずにシャドウのバヨネットギロチンループでダメージを稼ぎつつ、ブックでゲージ回復を念入りにだな。これだけでも割とまとまったダメージが取れるからね。ナイトメアだと振りが遅いしタイミング悪いと何もせずに終わっちゃうしね。そんなことしなくても触手のついでに巻き込んでくれてたりしますからね。流れとしては順調ね。時間に関しては V だと目をつむるしかないわね。性質上長期戦必死だし。おっとこの動きは、2ヒットも戻って、間に合いましたね。ナイトメアで速攻復活でもいいけど、ステイルネイトしないに越したことはないからね。ヘル&ヘルだと従者にも適用されるせいで回避しないとゲージがいくつあっても足りないわ。触手が出れば再び出す。おー怖い怖い、攻撃に集中してると本体がおざなりになりがちだから危なっかしいわ。指も頭も忙しいですからね。触手はきっちり処理してと。痛い。でも補正のおかげでそこまでって感じね。ゲージも余裕がある、まだ全然許容範囲よ。痛いわね。ちょっと微妙に触手が後ろに下がってるせいで攻撃が当てづらいのよ。ロックオンしないとあんまり向かってくれないから難しいよな。ゲージが切れるまでに片付いてほしいんだけど。やっぱり削りにバヨネットが最適ね。ほぼ満タンだったのを一突きでガリガリ削ってたわね。危ない。チェックメイト中に重ねるの勘弁してちょうだい。ゲージも切れてるから溜めないと心もとないな。一旦安静重視の様子見ね。思ったより
もしつこかった。体力がちょっと危うくなってきたわね。忙しいったらありゃしないわ。痛い痛い、死にに削りに来るのやめて。本体が効きましたね。ゲージも8割回復できた。ここから反撃開始よ。登場から早々仕事をしてくれるナイトメア、さすがだぜ。これはロイヤルフォークで手早く。体力自体もあと3割、あと少しですよ。でもトリガーを引いてるからまたここから長引くのよね。これで全処理。さあ降りてきなさい虫野郎。そういえばバージルはミッションをたどるってことはさ、こいつもやるってことか。確かにそうだけど、あっちは非容疑とかもろもろの火力が高いからさほど苦労しないんじゃない。次元断絶もゲージがあれば事実上連発できるからね。半身だとこういう面でも大変ってのをゲーム的にも教えてくれるとか。わかってるわね、カプコン。やかましいわ。でも本当に終わり見えてきたぞ。だからといって油断してるとあっさりやられるわよ。特に今の体力じゃね。そんなことは私が一番わかってるわ。また触手だったわね。これがおそらく最後の召喚になりそうね。オークはギリギリ当たらないのね。これここまで来たらノーコンクリアしたい。きっちり攻撃は主力で避ける。ノーコンならひとまずエスクリアは確実だしな。さあこれは DMD 専用行動。1割になると触手全部が独立した本体になるやつね。でもこれ欠点があってね。本体だからつまり全部ダメージが入るんだよな。はいお疲れ様。ふう、長かったわ。お嬢様、お疲れ様でした。実に約4分の激闘だったな。6000超えた。無事 S ランク達成でございます。いやー、やっぱり長くなっちゃうわね。ミミズ野郎。右の写真ダーツにされてる。3のエピローグでも剥製にされて吊るされてるのあったしね。消えなかったのが気の毒すぎるけどな。というわけで久しぶりのデビルメイクライ5。今回はここまで。またぼちぼちと DMD クリアまで更新していくから、見てくれると嬉しいぜ。次回も私たちは出るからよろしくね。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。